歌川広重描く御殿山、葛飾北斎、富岳十六系の、東海道品川御殿山の富士御殿山の旧、ソニー本社、ソニー歴史資料館御殿山は、東京都品川区北品川にあり、高輪台一の最南端に位置する高台である。城南御山に数えられる。新編武蔵風土機構によれば、大田道館が江戸城に入る前の長六年間に城を構えて、 居住していたが、夢のお告げがあったため江戸城に入り、五天山城には、宇多川泉守る長清を廃したという。当時は眼下に、浅草港と並んで栄えた、品川港を見下ろす高台であった。徳川家康が江戸城に入ってからは、五天山城は、品川五天と呼ばれ、歴代将軍高狩りの休息所として、また、幕府重心を招いての茶会の場として利用されていた。 他、桜の名所として有名であった。しかし、元禄15年2月11日、四ツ谷大草寺付近の出荷で、青山から麻布御殿へ至り、品川宿で、ようやく沈下、御殿は消失し8月14日に廃された。漢文年間から桜が移植され、文政7年の宿差し出し名最長打ち氏によると、御殿山の面積は1万1500坪、600本に、 及ぶ桜の名所として整備された。幕末期には、国防のための台場建設用土砂採取場となり、山の北側がえぐられ、くぼとなった。開国後の文久元年、幕府は英国を、はじめ諸外国の公使館を、五殿山に建設することを計画した。しかし、翌年12月12日、完成間近の英国公使館を、高杉晋作、指示文太。 伊藤俊介ら尊能上位派13名が襲撃し、全勝した。英国公使館焼打ち事件を参照明治期には、鉄道敷設のために東西に分断された。付近には、増田港など富裕者の屋敷が多くあった。昭和22年1月には、前年に創業したソニーが本社を、御殿山地区に移転。御殿山は、ソニーの創業の地とされ、ソニー本社一帯は、 ソニー村とも呼ばれた。しかし、ソニーの本社は平成19年に港区に移転し、その後、五殿山地区の施設の売却が進められた結果、平成26年にはソニー歴史資料館等が残るのみとなっている。五殿山は東京都品川区北品川3丁目から4丁目付近とされる。品川御殿は北品川3丁目5番付近と推定される。 英国公使館は、北品川三丁目5番から6番、北品川四丁目8番東側。北方の高輪には、三菱海東角で有名な八津山がある。そこに向かう八津山の坂は、目黒川、五丹田付近から橋を発し、左に池田山や、島、津山、中央向かいの八津山に並んで右側に、五天山。 城南御山のうち四つの山の間を通る坂である。ありがとうございます。